ミニットマンゾーレキシントンはアメリカ合衆国マサチューセッツ州ミドルセックス郡に位置する町。2000年の国勢調査では総人口3355人。レキシントンはボストンの北西の郊外に位置し、1640年に初めて入植され、1713年に町として発足した。1775年4月19日。 アメリカ独立戦争の最初の銃声が放たれた場所として知られる。マサチューセッツ州ではこれを記念して4月19日を祝日に定めている。レキシントンコンコードの戦いで戦場となった市内中心部の広場に建立されたミニットマン像は全米で有名であり、この像を見ようと全米各地から観光客がやってくる。ウェブの発明者として知られるティム・バーナーズリー、言語学者、 ノームチョムスキーなど多数の著名人が今日構えている。また、村上春樹の短編小説、レキシントンの幽霊の舞台も、このレキシントンである。レキシントンは、北緯42度26分39秒、整形71度13分36秒に、一致している。アメリカが州国統計局によると、この町は総面積42.8平方キロメートルである。 このうち42.5平方キロメートルが陸地で0.4平方キロメートルが水地域である。総面積の0.85%が水地域となる。2000年現在の国勢調査で、この町は人口3355人、11110世帯及び8 4 3 2家族が暮らしている。人口密度は714.6平方キロメートルである。 266.8平方キロメートルの平均的な密度に1 1333件の住宅が建っている。この町の人種的な構成は白人86.13%アフリカン・アメリカン1.13%先住民0.08%アジア10.90%太平洋諸島系0.01%その他の人種0.34% および、本欠1.41%である。ここの人口の1.41%はヒスパニック、または、ラテン系である。この町内の住民は26.4%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が3.5%、25歳以上44歳以下が22.7%、45歳。 以上64歳以下が28.5%及び65歳以上が19.0%にわたっている。中央値年齢は44歳である。女性100人ごとに対して男性は88.7人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は83.5人である。 この町の世帯ごとの平均的な収入は96,825ベードルであり、家族ごとの平均的な収入は111,899ベードルである。男性は81,857ベードルに対して、女性は59,0ベードルの平均的な収入がある。この町の一人あたりの収入は46,119ベードルである。人口の3.24%及び、 家族の1.8%の収入は貧困船以下である。全人口のうち18歳未満の3.2%および65歳以上の3.4%は貧困船以下の生活を送っている。US g a z e t i a Files 2010, 2000&1990 United States Census Bureau http://www.census.gov/.go/.www.gazetter.gazet.html2011 年4月23日閲覧アメリカンファクトファインダー、ユナイテッドステ a t センサス Bureau http://factfinder.census.gov2008 年1月31日閲覧。ありがとうございます。